マーラー室内還元楽団は、ドイツのベルリンに本拠を置く、室内オーケストラである。1997年に、クラウディオ・ワバドとグスタフ・マーラー・ユーゲンと、還元楽団の OBE により設立された。世界各地で、コンサートやオペラ公演を行う傍ら、ルツェルン音楽祭では、ルツェルン祝祭還元楽団の中心メンバーとなっている。日本人の吉井水穂が、 主席を覚え奏者を務めており、ルツェルン祝祭還元楽団にも第二奏者として参加している。2003年から現在までは、ダニエル・ハーディングが音楽監督を務めているほか、アバドやマルク・ミンコフ・スキラが常時客演している。主なレコーディングは、アバド式で、モーツァルトの歌劇、マテキやマルタール・ゲリッチのピアノ独奏で、ベートーベンのピアノ競争曲。 第2.3番、ミンコフスキ式、グルノーブルルーブルグ音楽隊との合同で、ベルリオーズの幻想交響曲、ハーディング式で、モーツァルトの歌劇、ドンジョバンニア・マーラーの交響曲第4番、アバドの式、ユジャワンのピアノ独奏で、ラフマニノフのピアノ競奏曲、第2番などがある。また、二0十二年から三年計画で、レイフ・オベアンスネスが引きぶりによるベートーベンの、 ピアノ競争曲全集の録音を進行中である。ありがとうございます。